ディザスターは、ドイツのブラックメタル、スラッシュメタルバインド。同国ブラックメタル系の中で最古産グループの一つ。主に戦争や像を、サタニズムをテーマに含んだ歌詞を書いている。フィンランドオール公演1988年に、西ドイツラインラントップファルツ州、コブレンツ結成された。結成当初は、ベノムや、ヘルハマー、 デストラクションの音楽性を標榜していた。特に、デストラクションの楽曲、トータルデザスター収録はバンド名の由来となった。当初メンバーは、インファーナル、クリエイターキャシー、アレックスの3名。1989年には、初ライブを行っているが、ラインナップに問題を抱えており、1990年に一度、解散した。1992年に、 インファーナルによって再度立ち上げられ、オカルトとオーディンが加入した。また、ドラマーとして、ルギが加入し、ファーストでも、ザ・オグ・オブ・アバロン、セカンドでも、ロスト・イン・ザ・エイジズをリリースしたが、1994年には、ルギが脱退し、トリムが加入。1995年に、バイエルン州のブラックメタルバンド、アンゴットとのスプリットシングル、デザスター、 アンガトをマーシュレスレコードからリリースしデビューした。1996年にマーシュレスレコードから、ファーストアルバム、A Touch of Medieval Darkness をリリースした。この頃にはトリムが脱退し、1997年に、トーメンターが加入している。1998年にセカンドアルバム、Hellfire, S Dominion をリリースした。アイアンペガサスレコードに移籍して2000年に、 サードアルバム、タイレンツ・オブ・ザ・ネザー・ワールドをリリース。2001年夏には、オカルトがバンドを離れることとなったが、間を置かずに、サタニアックが加入し2002年にホースアルバム、ディバイン・ブラス・ファミスをリリース。アメリカ合衆国の大手ヘビメタルレーベルメタル・ブレード、レコーズに移籍し、2005年にフィーフスアルバム、エインジェル・ォーをリリース。2007年にシックスアルバム、 サタンズ・ソルジャーズ・シンジケートをリリース。デビュー後から2から3年の間隔を置いてアルバムをリリースしていたが、6ス,スアルバムリリース後からアルバムリリースペースが落ちる。2012年にセブンスアルバム、ザ・アーツ・オブ・デストラクション、2016年にエースアルバム、ザ・オース・オブ・アン・アイ・アン・リチュアルをリリースした。2018年9月末、22年間ドラマーを務めた。 トーメンターの脱退が発表された。脱退の原因は、トーメンターがソドムとアスフィックスでの活動が忙しいこと、これに加えて、トーメンターがルール地方に移住してしまったため、ディザスターのリハーサルなどに長く参加することが困難となったことを挙げている。結局、フルタイムバンドでの活動を続けるため、トーメンターと他元を分かつことになったという。そして、 トーメンターの公認に本当が加入することも発表された。2017年6月までにフルアルバム8枚に、加えてライブアルバム4枚、スプリット版6枚、コンピレーションアルバム3枚、EP 版3枚、シングル版2枚と多数の音源をリリースしている。トーメンター2008年、ありがとうございます。